ください。僕はこのホットライン初めて出させてもらうんですけど、このホットラインがこのライブというものにものすごいこだわった、イベントだということをお聞きしたので、それにちなんだというか、もうライブにのためにというような曲を1曲作ってまいりましたので、聴いていただけたらなと思います。聴いてください、 Song for You、 手拍子なんかいただけたら嬉しいと思います。聴いてください。自分の大切な人が亡くなってしまうという、歌なんですけども、僕たち普段この大切なものというものを失って初めてそれがどれだけ大切だったかということに気づくことが多いと思うんで、今日はこの曲を聴いていただいて、少しでも今、大事にしておられるもの、大事な人より一層大事に思ってもらえたら嬉しいなと思います。聴いてください、もう一度。
すげえ、ベースかっこよかったし、俺もベースやりたいなと思って。